れた疲れた。え？仮想世界では疲れないんじゃないかって？確かに肉体的には疲れてないはずだけど、やっぱり頭は働かせてるし、集中してたら疲れた気分にもなるでしょ？君が疲れてないってことは、まだ頑張り足りないってことじゃないかな。嘘だよ。君が誰よりも頑張ってるのは、私も近くで見て知ってるから。今日もすごかったよね。よくあんな攻略法を見つけられたね。驚いちゃったよ。あの、洞窟の谷底にあったトレジャーボックスの取り方のことだよ。普通、あんな方法で取ったりしないでしょ？へえ、レイちゃんと一緒に考えたんだ。私も今度使ってみよっと。メモメモ。ああ、なんか今日のこと思い出してたら、また宝探しに出かけたくなっちゃったよ。トレジャーハンターとしての血が騒ぐってやつかな。あ、しまった。こんなことしてたら全然休まらないよね。はーい、今はしっかり休むことにするよ。今日もお疲れ様。あれ、もしかして元気ないの？そっか、調子が悪いならログアウトした方がいいんじゃない？こっちの世界の方が落ち着く？君も大概だよね。この前とは逆だね。前は私の方が疲れたって言ってたからさ。でも君と会話しているうちにだんだん元気が出てきて、宝探しに行きたいってテンション上がっちゃったんだよね、確か。そうだな。あ、じゃあこのアロマを焚いてみようか。心身を落ち着かせる香りがするんだって。この前偶然見つけたんだよ。かなりレアみたい。香りって脳で感じるものだから、きっと現実世界の君にもいい影響があると思うんだ。これをこうしてっと。仮想世界はアロマを焚くのも楽でいいよね。どう？リラックスできた？そっか、それは良かったよ。確かにいい香りだね。私もなんだか眠たくなってきちゃった。今日は元気かな？前みたいに疲れたりしてない？え？疲れてはいないけど、あのアロマの香りはすごく良かった？わかったよ。じゃあ今日も使ってあげるね。はい、アロマを焚いたよ。貴重品なんだからありがたく香りを味わってね。味わうっていうのもちょっと変かな。なんかこうしていい香りに包まれて静かに明かりを見てると、すごく穏やかな気持ちになるね。え？むしろドキドキする？私の顔を見てたら？ちょっとやめてよ。いきなり何を言い出すの？恥ずかしいよ。このアロマには興奮させる成分なんて入ってません。現に私はこうして落ち着いて、やっぱりドキドキするんですけど。でもこんな気持ちになれるのはきっとそばに君がいるから。あ、ごめん、今のは何でもないから気にしないで。で、なんだ、君もう寝ちゃってるの？さっきまで起きてたのにぐっすり。よっぽどこの香りが気に入ったのかな。それとも私が一緒にいるから安心してくれたのかな。かわいい寝顔、しばらく見させてもらおうかな。